ゆうちゃんです。あかちゃんです。いくちゃんです。すばちゃんいもりだ。僕たちの遊び場ということで、前回はギョータロ君をメイクしていきたいと思います、はい、どんなメイクになるんですかね。確かにギョータロ君はこれもプチプラ、プチプラレンズナチュラルメイクでございます。おレンズナチュラルナチュラルに盛りたい人向け。でも本当女性の方でも全然参考になると思うので。緊張しますね。座ってるだけなの。出れちゃう。またベースだけ重ねたいんですけど。味わったことない。キスマットシフォン UV ホワイトニングベース、これだけで本当にベースもファンデーションもできる。カバレットも高いし、またさっきみたいにポイントでそのフィックスミストで、はい、あ、いいなぁ。今タロも本当に肌が高い、綺麗、白いので綺麗だね。俺タロ肌白いイメージなかった。目見てたずっと。ああ、確かに。目でかいなと思う。目のイメージはあるかも。あとはちょっと筋肉。もう今だいぶ絞ったよな。うん、でも痩せた気がする。よく言われる。高校時代のあだ名 GM って呼ばれる。やばアタイマックス略して GM って呼ばれる。でも化粧下地もファンデーションも気にできるやつだから、トーンアップもそれしカバーもしてくれるんだけど、あんま塗った感がないっていうやつなので、メンズとか塗ったりするのが好きじゃないって人でもおすすめです。これ、ちょっと顔多分2000円ぐらいで、男性とか2000円と言ってる間に、どんどんお肌が増えるのでもさ、キズ君の気持ちがすごいわかりますね。わかる、うん、なんかドキドキする、見れないから本当にドキドキ自分でなるほどね、どうなってるんだろう。確かに普段メイクされるのって真正面に絶対鏡があるから。あー、そうだね。自分の顔確認しながらとかね。確かにそうじゃん。ベースはこんな感じで終わりです。あ、ありがとうございます。いただきます。使ってます。はい。よし。ユジマルところで何も。あ、じゃあマッサージお願いします。あ、マッサージ。これもメイクしといて。いいよね。メイクしといて。あ、マッサージしとく。あ、はい。なんでそこだけちょっと、違う。この人たちが。おる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 、この人。結構忙しいっすね。そう、同じなんで探します。キャンメイクのパウダー使います。このメイクさんを見てくださいました。うん、見た見た。あ、嬉しいです。結構出番あったよな。いやー、そうですね。俺、昔からちょっとお世話になってる。結構いろんなとこで見ますよ、なんかやってもらった。あ、ほんと。はい、マッサージだけ。あ、マッサージ。はい、マッサージだけ。マッサージだけ。そんなないだろう。え、もういいっすか。なんか店とかやってないですか、整体の。やってないかな、でも。あ、店舗。うん、なんか本当は、まあ、なんか池袋とかにね、出したいなと思ってる、はい、あー、いいじゃないですか。で、それ終わったので、はい、はい、行きます。あと、ちょっとね、まあ、言ってやるんですけど、弟子にさしてんのよな、メイク。で、髪の毛だけやるんでしょ、この人。最高だった。なるほど、リンパ流した後に。リンパ流して。どんな髪の毛した？あ、でも結構メイクに合う。ゆうたろうくんのメイクに合うやつ。メイク終わってからよか。そうっすね。あるあるある。でも今ちょっと邪魔になっちゃうんで、そこめっちゃ揉みますね。じゃあ、一回ない。あ、大丈夫です。すいません、すいません、ちょっと今、押してって。やろっか。すぐ。あ、もう やります。あ、もうすぐやって。押してるのに大丈夫です。押してる。押してる。うん。僕に巻いちゃって、なんか困ったことあったら僕に言っちゃって。喉乾いたから、いいよ、いいよ。覚えてくれる上司。ありがとうございます。キャップ開けちゃう、キャップ開けちゃう、キャップ開けちゃってくれる。キャップ開けて、キャップもちゃんとこっち上向きに置いちゃって。メイク作りたいよ。ありがとうございます。オッケー、どんどん進んでいくんだよ。続いて、翼くんにも使った。あ、の黒、同じブランドエテスなんですけど、その黒、ブラックを使います。これね、細いので。あ、細い、やりやすいやつ。本当だ。じゃあ集中タイムです。いきます。もう息も止めて。いきます。開けた方がいいかな、やれるのか。これ大事だっけね。うん、ピンポンと一緒に出ちゃう。でも全然、あ、分かる。分かる、分かる。スタッフさんとここ持ってて。が、ズンズン、いいよ、さんズン、いいよ、さん頑張ってよ。あとどうぞ。やりすぎです。塗る前でやっていて笑うと普通に。 OK。 うわー、よし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 、一番の関門を。で、次にハイライト。はい、やっていくんですけど、同じやつなんですけど、さっきこっち使ったんですよ。でも、こっち使います。もう肌なじみがよりいい方に。なんなら鼻筋だけってかな。自分でつけれないからさ、なんかファンデとかだったらね、わかるけど。はいはいはい。アシスタント、髪。髪、髪、押さえて。すいません。邪魔だからこいつ。これ1本だけ出てる。あ、こいつこいつこいつ、こいつ、こいつまず。こいつですか？それそれ。こいつだよ。普通、今自分で言ったこいつ。ねえねえ、ギョータロ君はすごい男の子っぽい鼻なんですよ。おー。ここだけちょっと出てるのわかります？ボコンって。
翼くんは割とフラットなんですよ。本当だ。だからこの価格が出てるところに載せます。うん、これ載すとちょっとアシスタント上から見てる気になっちゃって学んでるんだな。学んでる。嫌やな、この人が。嫌やな、耳元で。そら、何の声？アシカみたいな声出した。耳元みたいな。どうですか、大丈夫ですか？先生、汗かいてきました。ティッシュ、ただ汗かいてきました。ティッシュ、ティッシュ。ティッシュ、大丈夫です、ティッシュ。はい。キッチンペーパー。オッケー。キッチンペーパー。大事。キッチンペーパーです。汗。はい、汗。シーズンですね。はい、オペ。オペじゃない。オペ。で、ラストです。はい。リップ。さっきの。はい。あ、さっきの。これ使わなかった方の。のリカプロっていうの。これ絶妙な色。これぐらいだったら自分でできるわ。ね、まあでもこれはすごく簡単。ちょっと配信とかでジメイクの時さ。ああ、たまにありますよね。私とかもティントでそのまま塗ったんですけど、これは指で。ナチュラルにやっぱつくんで、指で唇にいく？はい。エロいな。まあ口半べだけにしていただいていいですか？いいな。これすごいナチュラルについてくれるんで、本当にちょっとずつちょっとずつって感じです。タロの唇の柔らかさは分かるけど、いいな。今日はさ、ゆるたろがメイクしてくれるからさ、朝めっちゃ歯磨き。歯出てくるかと思って。いやいやしてる。ごめんなよな。でも色ちょっとおもろかった。色違うわ。どう？めっちゃナチュラルに血色。うん、しっとりした。うん、完成です。待って、超ナチュラル。なにモテるやろ、モテるやろ。アシスタント、シンプルに肌綺麗に。ありがとうございます。まだ本当まだ見ないです。肌とハイライトと眉毛とリメイクだけでこれいきます。はい、どうぞ。おお、ナチュラルじゃないですか。めっちゃすごいわ。なんだろう、メイクしましたって感じはそんなないけど、パーツがはっきりして、やっぱ口の血色がつくだけで全然似てる。かわいいな。かわいい。すごいわ。タイプも全然違う。うん、違う。ほら、ちょっと一回並んでみます。ちょっと並んでもらってもいいですか。はい、いらっしゃい。ほんとだ。え、超いいよ。あ、いいね。え、超いい。すごくいいです。ナチュラル。いや、すごい。すごいわ。ありがとう、マジで。本当にありがとうございます。先生、ベースもおすすめあるんですけど、今回塗らないんですけど、普段の、すごい。これよく見ます、舞台で。あ、日焼け止めでしょ。日焼け止めも入ってるし、ベース下地。だよね。結構男の子、赤ら肌、ちょっと赤くなりがちな人があるので、ブルーって反対色使って、ちょっとトーンアップさせる。なるほど。理論があるんだね、そういうちゃんとね。勉強になる。勉強なる、マジで。